商品なので、私がいつも多分お店に行った時間も商品が少ない時間帯で、もうすでに売り切れの日が何回か続いていたんですけれども、ようやくゲットできました。もうこの再現率がすごいと思いませんか？食べるのがもったいないですね。かわいい。ちょっと眺めていたいところですが、白あんでした。それで中身もお見せしたいところなんですけれども、かじられた跡がとても生々しい形なので、自粛したいと思います。Thank you.
ちそうさまでした。今蓋を見て気づいたんですけれども、黄色い鳥とリラックマで少し味が違うなと思ったら、リラックマがプリン味、シールが3枚あります。今ローソンでこのシールを集めるとガラスの器がもらえるので、頑張って集めます。前にリラックマのお皿をゲットしたっていう動画をしたことがありますが、あれもローソンのポイントシール集めてゲットしたものです。こちらのガラスの器も無事ゲットできたら動画にしようかと思います。多分随分先になるとは思います。それではおやすみなさい。中身は白あんでした。その中身をお見せしたいとこなんですけども、かじられてとても生々しい形になっているので